はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんばんはなのか、わかりません。わかりません。世の中が今どうなってるのか、ちょっとわかりませんけれども。ちょっとわかりませんですね。はい。前回ね、なんかお店で、はい、なんか3人で語って、なんか動画をやろうという話がありましてですね。はい。で、うちのギターの竹内がだんだん抜けていくからっていうんで、すごい寂しいことを急にね、何も言われてないので言い出されたんで、ちょっと寂しかったんで、じゃあもう最初から2人でやるぜって言って、今日初めての撮影となっております。そうです、今回は2人で、もうもはや今回から2人なのかな。まあね、うん、とりあえずあの2人なのか、うん、まあ、なんかどんなことやりましょうかみたいなのを今日は、アイデアを出そうという日でございます。はい。で、私たちはですね、今アタナナクラブというですね、有料サイトみたいなのをやってまして、そこで、はい、それぞれね、1人ずつこうブログを書いていったりして、うん、こうマニアックなことを書いてあったりするんで、まあそういうのも月500円から見られますんで、ちょっとそういうのもね、この動画であいつら面白いなとか思ったりしてくれたら、ちょっとそっちもね登録してもらって見てほしいなと思っております。そのメンバーの赤裸々な部分というか、赤裸々、そう、結構出してると思います。あ、出してるんですか。出してると思いますよ。ベイさん出してるんですか。結構赤裸々な部分を。自分もなんかそう、自分のことを話すのが結構苦手ではあるんですけど、まあそこではちょっとさらけ出す部分があったり、なるほど、まあそういう興味がある、ちょ興味がある人はぜひ見てほしいなと思って、なんかその先駆けになるかなと思って、この動画もちょっとやっていこうかなと思ってるんですけども、2人だけでやるって言って録音、はい、編集、はい、ね、ちょっと挑戦してみようと思ってますんで、あえてその2人だけで完結させようみたいな感じですよね。そう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 、ダメな時は、まあ、うん、助けてくれるギターの人が来てくれるかもしれませんので、そうですね、はい、そうした時は、あ、こいつらできなかったんだなっていうふうに思ってもらえればいいかなと思っております。ちなみに、私たちはとちょこちょっとこう何かお飲み物をいただきながら、ちょっと今日はやらせていただいてますん です、ね、いわゆるお飲み物ですね、まあ、ちょっと元気の出る、ちょっと見せらんないです、元気系の飲み物をちょっと飲みながら、はい、飲みながらだんだんこう喋れなくなってくるかもしれないんですけれども飲みながらやっていこうかなというふうに思ってます。ね、じゃあ2人でやるんですけど、ちょっとこう2人のユニット名みたいな、ああ、はいはい、ちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思ってるんですけど、なんかありましたか。そうですね、なんかありましたか。どうなんですか、なんかありましたか。なんかありましたか。なかったですか。まあ、じゃあ私が考えたやつを言いますよ。僕たちはハタナナという27と書いて、ハタナナ、二十歳と7つっていう意味ではハタナナで、私と、うん、ボーカルが27日生まれだったというところから、だからベイ君はね、すいません、何日生まれだったんだっけ。自分4日生まれ。4日生まれか、申し訳ない。竹内も違うんですよね。違うんですよね。だからね、はい、持ち上げなかったんですよね。勝手にそんなになっちゃってね。ね、そんな言われたときどうだった？はたななって。でもなんでしょうね。以前聞いたときも、どういう表記をするのみたいな感じでしたね。うんうん、音だけ聞いて、えみたいな。で、まあ、その SNS とかでも、はい、こうたまに、その知り合いじゃなかった頃にですか、結構流れてきたりとかもして、はいはいはい、あ、27。あ、そう書くんだ。まあ見てましたね。ありがとうございます。はい、ただすごいインパクトはすごいですね。あ、じゃあよかったね。だと思いますよ。最初はね、なんか響きが可愛すぎてね、なんかね。あ、なるほど。そう、俺の中では響きが可愛すぎてちょっとなんかなと思ったんですけど、まあ今となってみてはね、うん、まあちょっとなかなかない響きだったりしたので、ないのかもしれないです。そうだよね。はい、よかったか。なあっていう感じ
もしてますけど、まあつまりその27のまあその2人っていうことですから、うん、半分っていうことですから、はい、13.5 ですか13.5 にしようかなと思ってるんですけど、はい、まあ、それはちょっとね、はい、あの最近じゃないけど英語を使うさ、それを英語読みするバンドもさ、かっこいいのあるじゃん、サーティーセカンズトゥーマーズとかね、うん、そういうのがかっこいいし、はい、ね、そういうのちょっと真似でその 13.5 を英語読みすると、あの 13.5 っていうのを考えたんですけど、ドット5ですか、ドット5ですね、ドットにしましたね、点をね、ポイントとかでもいいかもしれない、そうだから、どっちがいいの、あでも13.5 か 13、はい、なんかラジオっぽいね、そうそう、うん、ドット5かどっちがいいかなと思ってるんですけど、そしたらどっちもいいっすね、どっちもいいですか、ね、うん、まあラジオ番組風な、はい、進め方するなら、はいはい、それもいいかな、どっちですか、どっちですか、ポイント、あ 13.5、 はい、 13.5 ね、 TH なんで、あの舌を噛まないといけない、 TH ですね、はい、 13.5 NAC5 みたいな、そうですね、じゃあそれは、それにしましょうか、それにします、 13.5 で、この先まあどういった流れになっていくかっていうのもちょっとあるとは思うんですけど、はい、はい、まあそれでちょゆくゆくね、ライブやるかもしれませんし、分からないですけど、これのイベントとかあったら面白いですね。それはそれで、まあ、じゃあ企画してもらって、もともとねあれでしょ、ベース会っていうのをね、あやってて、そうですね、自分もね毎年やってたんですけど、そうそう、去年はやらなかったんでね、去年ができなかったですね、やっぱこのご時世で、そうでした、難しかったです、私も一昨年2回、ああそうですね、いらっしゃ、1回だよね、2回は行ってないよね、一昨年ですね、横浜で、そうそう、一昨年行かせてもらいまして、はい、ね、非常に酔っ払ったとあそこのね、まあまあ、横浜のね、まあまあ、ハイボールがね、本当にやばいですよ、別にそんなにね、めちゃめちゃ濃いとかいうわけじゃないんだろうけど、はい、なんかあの雰囲気なんでしょうね、あの、はい、グラスのね、グラスっていうかジョッキ、ミニジョッキっていうかね、はい、あれで飲んでるとね、あでもすごいですよね、なんか酔っ払ってくるんですよね、あれはね、なんか変なもん混ぜてんじゃねえかみたいな、でもちゃんと見てんだけど、一応普通に入れてちょっとレモン絞るんだっけ、いやそうですね、レモン入れますね、はい、あれね本当にびっくりしましたね、最初で、あのその場にいるとき飲んでると調子いいんだけど、うん、帰りすごい辛かった、その日だったかなすげえ辛かった感じで帰ったような気がするんで、いやでも結構あそこ行くと大体そうですね、俺はそういうイメージあります、そうだよね、だから今なかなかこうそういう風にね、飲める環境じゃないんでね、そんな中ね、ここ最近の私たちのライブもね、お客さんね、そんな中でも、あそうですね、有観客ね、この前もやらせていただいてて、ね、下北沢のライブで後ろの方でね、暴れてた人いたよね。いや本当っすね。おいっ、そうですよね。お酒もない中で結構なんかテンション上げるって難しいところでもあるじゃないですか。まあ結構どこかでね、どこかでこう先に入れてきてるかもしれない。それはありますけどね。はい。わかんないんですけど。あのすごいあっちの方がね、君の前の方だったよね。いやそうですね。物販の前ぐらいの方がね、盛り上がってる人がいてすごくありがたかったなという。そうですね。ありがとうございます。じゃあユニット名は。13.5 でよろしくお願いします。13.5 でもいいですし、それが言いにくい人は 13.5 さーって言ってもらえれば、はい、なんか言いにくいわって言ったら、そうそう、なんか言ってくれれば、そうそうそう、13.5 やっぱやめようかってなると思う。そうそうそう、うん、でも13.5 でちょっと行こうと思いますんで、やっていきましょうか。それは、次回の時に、まあ、ジングルじゃないですけど、なんかそういうのを言えたらいいなと思ってます。あ、そうですね。そうですね、まあ、あの俺が勝手に考えてるオープニングトークは、まあ、今日は私が先に話しましたけど、ええ、あの次回はあのベイ君が喋るみたいなので、そうそう、こうお互いの最初オープニングトークをしつつ、なんか企画をやったりするとちょうど、ああそうですね、なんかお互いに交互に回していくとかでもいいですよね、で君が喋った時は俺こうずっと黙ってこうあんまり乗らないみたいにして乗らないんだ、そこおいみたいになるのか、うんうん、でもね、まあ、コンセプトはちょっとこう
元気系の飲み物を飲みながら喋るっていうのを今回ちょっとあでも基本的にはそれですね、ちょっと考えてまして、まあもともとね僕たちもその最初ベイ君が入ってくれてからは、うん、まあまあ基本的に私たちでは飲みに行くみたいなのが多くて、あの新宿のさ あそこのねスタジオの近くであれ飲んだよね、その焼酎飲んだ分だけ払うみたいな、その ありましたね、一升じゃないけどそういうポンって出されて一升一升じゃないけどね1リットルぐらいかな、そういう大五郎的な、結構このドボドボされるやつでしょ、やってで ありましたね、なくなって、懐かしいね、そうなくなった分を払ってくださいみたいなのを、そうですね、なんかメモリがついてるんですよね、そう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 、ボトルにそんなのを最初の子飲んだりとかしてましたしね、結構行ってましたよね、結構行ってましたよ、そうそう、ほぼマイスタジオごとに出たんじゃないかなっていう、そうそうそう、ギターの人はね、まあ、飲みたくないっていうか、あ、そうです、飲む、あの人も飲むんですけど、うん、飲むときと飲まないときがあるからね、あんまりスタジオ終わりでは行くぞっていう感じじゃないね、ライブのとき飲むよね、ライブの時飲まないくださいみたいな、そうそうおってハイボールとか、そうそうそう、まあなんか体調の具合とかもあると思うんですけど、もともとあんまお酒に強くない体ではあるみたいで、なるほどなるほど、うん、ね、ボーカルさんは、飲みますね。でもスタジオ終わりもでも前行ったよね。その渋谷の銀だこじゃないかな。銀だこみたいな。銀だこでも飲んだことあります、ね、そうそう。その時は打ち合わせして、なんかこうするぞ、ああするぞって言って、うん、話してこう、あ、ありましたね。さらにこう、酒飲んで、わーみたいなのをやってそこまでなったかちょっと覚えてないですけど。あ、本当？うん、え、どこまでなったの？その時俺があのプリプロの大事さをすごい語って、あ、すごい語って伝わってるかどうかは、あ、でも俺もなんかそれ言った気がしますね。そうでしょ、みんなこう、うん、やつ言ったんですよ、そこの事前の準備がねっていう話ですよね。そう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 、プリプロ大事なんですよ、うん、そのプリプロは、そうそうそう、口が酸っぱくなるぐらい言ってますよね。そういうのやりましたね、うん、それもすごいね、昔になっちゃってますけど、またそういう時がね、うん、来るといいなと思いつつ、また、はい、次回作とかの話ですね。次回作ね、それもあるんですよ。で、あ、そう、それで、まあ、じゃあユニット名決まりました。はい、13.5 決まったんで、まあ、そのタイトルですよね、この動画に対してなんかタイトルあった方がいいよっていう話があったんでプッシュしてますけど、まあ、僕たちはそういうあの元気系なドリンクが好きなんで、ちょっとタイトル、はいはい、タイトルの話考えた、考えた、あれタイトルなんか考えとけみたいな感じでしたっけ。まあ私も考えたんですけどまあまあ一番いいのは、あの私も教訓というか家訓というかですね、そういう大事にしているですね、はい、言葉がありまして、はいはい、酒は飲んでも飲まれるなという言葉を大事にしておりましてですね、私たちがね、そうそうそう、はい、酒をお酒好きですけれども、はい、飲まれちゃダメよと、ね、そういう気持ちを込めてこの動画もどんどんあの元気になってくるように飲んでいますけれども、飲まれないようにしたいなっていう意味を込めて、じゃあちょっと酒は飲んでも飲まれるなにしようと思うんですけど、どうでしょうか。なるほど、いいと思います。じゃあ飲みすぎちゃったら結構やらかしたことがあるってことですよね、つまり過去に。まあまあまあ、でもそんなにその、人を殺めたりとかそういうことはしてませんよいや、そこまでですか。そこまではちょっとそこまではしてないです。やばいですね。自分の中でわーって言ってこうね、あの電車の中で辛い思いしたりとか。あ、でもまあそれはあります。早く扉が開いてるときは安心するの大丈夫、いつでも飛び降りるじゃない、いつでも降りればいいからね、降りればいいからね、安心するんだけど、プシューって閉まった瞬間に、あ、なんか精神的に落ち着かないですよね、そうそうそう、やっぱりどうしてもね、あそういう経験はもちろんありますし、うん、あるな、まあちょっと、ね、あるな、確かに昔盛り上がりすぎて、その昔やってたバンドの結成記念みたいので、はい、まあ、純太さんとかでしたバンドの時に、あのお店でみんなが遅くまで2時か3時ぐらいまで、ね、お祝いしてくれて、その時あの調子に乗って日本酒飲んで
で次の日がちょうど友達の結婚式で、はいはい、ちょっとね千葉の方に行かなきゃいけなかったんだけど、ねそんなん起きれるんだけどね、日本酒なんかその時あんま飲んでないから大変な感じでとりあえずちゃんとした綺麗なね、うん、あの時スーツみたいなね着ていくんだけど、まあ来ますよね、まあね、ちょっとね電車の中で大変な感じになってしまったという、あ移動中ですね、そうですそうです、はい、ちょっとねもうご察しくださいっていうピーですね、そうそうピーね、そういうこともなったりしたんで、うん、まあ、やっぱ酒は飲んでも飲まれるなっていうのは、それは教訓ということです ね飲まれてる人よくね見ながら帰るじゃんね、俺たちもあのライブ後とかスタジオ後とか ね、まあまあ都内の方でライブとかが多くて、まあ帰りは結構都心の方を通って帰ることが多いじゃないですか我らは、はい、まあ、なかなかなんですよね、飲まれてはるなっていう、でもこの前なんかめっちゃチューしてたカップルいたよねわーって言って俺言っちゃったわーっつって自分ら機材ガラガラして帰ってましたけどね、なんかすごいですね、あんな人いない中もなんか珍しいのいたよね、なんかそのなんか俺あの時言ったけど、その女性がちょっとショートの感じだったから、俺これ男同士がめっちゃめっちゃチューしてるやんと思って最初見たら、あ、違かった違かった違う違うっつって、あ、そう、女の子だったと思って、あれはねちょっとまあ、オッサンズラブとかもね流行ってるから、まあ、まあ、もちろんそっちかなと思っちゃったんで、ね、ジェンダーもありますから、もちろんそういうのも ね、うん、あるんですけど、すごいびっくりした、まあ、それはお酒のせいかは分かんないですけど、でもそうじゃないとね、あんなシラフでさ、どう、いやあれはシラフじゃないっすね、そうでしょそうでしょ、うん、で今そういうね路上でなんちゃらみたいなのが流行ってますから、流行ってますね、それで盛り上がって、うん、ね帰りたくないみたいな感じでね、面白かったですね面白かったですねって言ったらいけないんですけど、どういう背景だったのかと思いますよ、そうだよねそこの2人に、まあ、だって本当だったらなんかどっかお家でやればいいじゃんとか思うけどそれをそこの街中でやらなきゃいけない理由というかさ、まあそうですよね、まあ想像するとじゃあお互い実家でねやっぱ実家暮らしてるのかなみたいな、そうだよね、そうですよね、でもそれだったらまあ、あなんかホテルとか行きゃいいじゃんとかって思うんだけどそうじゃないんですかねあれはね、そういうのじゃない、そういうのじゃないですね、多分ね。なるほどね。あそこで、あの空間で何かを表現したいという感じなんですかね。まあ、表現なんですかね。なるほどね。表現じゃないのかな。ああいうのでも見られてるって分かっ、あ、でも分かってると思うんですけど、でもそういうところが鈍化してる可能性もありますからね。飲んでる。なるほど。ってなると、こうなってるってことね。もう、物事をやっぱワイドに見れなくなってるのかもしれないですけどね。まあ、やっぱでは、それは。飲まれてるとね、飲まれてる、飲んでも飲まれる、ね、あ、まあまあまあそうですね、そっちにつながると本当にそういうことですね、うん、あのタイトルこれ酒は飲んでも飲まれるなそう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 、じゃあ君バージョン君バージョン、はい、酒は飲んでも飲まれるな、あいいですねこれでいきますかいいですね、そういう感じでいいと思いますこう指さす感じ、よくなかったら言ってくださいいや誰も多分ね、うん、あのリアクションしてくれるかどうか分からないです、そもそもない、メンバーもリアクションするかどうか分からないです、このふーんって感じです、そうそうそう、自己満足的な感じにあの捉えられちゃうかもしれないんで、そこはちょっとねどういう風になるか、まあ、この先ですよね、あくまで、そうです、分からないですよね、興味持つようにやってやんぜみたいななるかもしれないですし、誰が誰が、俺たちが、いや周りが、ね、あ周りが、うん、ふーんっていうのはちょっと、はいはいはい、いやいやみたいな、はいはいはい、それじゃやってる意味ね本気出すしかねえみたいな感じになるじゃないですかあそうあそういいんだよ別にそこはそんなにあのもうあでもこれいいんすか別に、それはだってあのえっと元気な飲み物を飲んでる時点で、うん、あのそんなにねいいんですよ、あのそうなんですね、いや分かんない、もういいよ、じゃ分かった分かった分かった、それはじゃあやろう、まあ、あくまで飲まれるなってところもある、熱くなりすぎちゃうのもよくないですよね、そういうことです、そういうことです、そうです、そう、そこがその飲まれてるのと飲まれてないのの、うん、そうだね、そこの境界線みたいな、うん、ゆくゆくのテロップで飲まれた瞬間みたいなのが出てくるかもしれない、出るかもしれない、その1日で何本取るかとかまだ分かんないけどあそうです ね2、3本取ろうとかなったら多分後半は後の方すごいことになりますよね、多分ね、後半はあの飲まれだしたみたいな、もともとなんでちょっとこう
そういう風にしようかと思ったから、あのテレビ番組でね、はいはい、好きでね、あの2軒目どうするとかだったかな、そういうのだったり、 あと町中華でやろうぜっていうね、 BSTBS でね、やってるのがあって、ああいうのいいなっていうのも思ってね、あんまりこうね、まあシラフでじゃないけど、まあね、あのそういうのに話すよりはちょっとね、そういうのがあった方が盛り上がれるんじゃないかと、私たちはね、私たちみたいなの、引っ込み思案な2人はですねそういうのがあったので、そうですね、基本的には、はい、普段ね、そのライブの時にね、MC とかではね、話すことは、まあ、ほぼほぼ話すことはないないんで、まあそれはもちろんそのエンターテインメントとしてね、そういう一つのライブとして、ボーカルでありね、そういうものが見せていくっていうのがライブだと思ってるんで、はい、まあ、そこをこう逆に喋ったりするのはね、あれだよね、そのハタナナクラブというさっきね話したやつではね、あっちの方では、うん、月一で話すけど結構あのちゃちゃ入れてますから面白いですよ、多分。どうなんだろうね、まあ、そう、普段の感じでは見れないのかなと思いますね、はい、まあでもスタジオはそんな感じだもんね、うん、あでもそうですね、そうなんか大体こうわーって言ってねあれどうしたみたいな、あの馬娘どうだとかね、ししちょっと見ましたけどね、昨日。あ、見たんすか。見ました、ね、らら8話ぐらいまで見ましたね。あ、結構見ましたね。ちょっと確かにそのニュースとかではあの馬の名前はさ見るじゃん、なんか、うん、なんとか賞で誰誰誰誰がみたいなのが聞くんで、はい、確かにスペシャルウィークっていうのが今主人公なんですけど、うん、スペシャルウィーク、あー聞いたことあるなとか、サイレンス鈴鹿だったかな、あ聞いたことあるわと思ってたから、ね、うん、まあちょっと見ましたけどね、まだ佳境なの途中までは見てますけど、まだ、泣いていません。うるうる、うん、まあ泣くまでは来ませんでしたね。まあうちの竹内がねシーズン2でね、おえつするほど、そうです、おえつしたおいさんがって言ってたからね。だからそれはちょっとそれを聞いちゃったからなのか知らないけどね、ちょっとハードルが上がってますけれども、そんなのもありましたね。確かにあれでハードル上がっちゃってる可能性もありますね。まあでもいい作品なんだろうなとはちょっと思うんですけど、はいはい、自分もちょっとタイミングあったら見てみたいですね、そこまで言われちゃったら。あ、どうぞどうぞ上げてください。あ、ちょうどいいっすね。一応なんか30分ぐらいでね、ノーカット30分ぐらいで終わらせたいなと、うん、思っているわけですけれども、まあ、なんか長く話しすぎてもあれかなと思って、そうそうそう、編集もね、うん、だから初めての編集でどこまでやるかっていうのもあるので、まあね、まあ、基本的にはそんなに変なことを言わなければ多分使われると思うんでまあそこもですし、ちょっとじゃあその最後ね、何をやりたいかと、その 13.5 の酒は飲んでも飲まれるなで、何をこうやろうかっていうのをですね、ただ飲んで話してるだけじゃないんですよ、そう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 、この先はそうそうそう変わっていくんですよ、そうそうそう、はい、まあ一番はゲストみたいな人を呼んでね、なんかの飲みつつお話ししつつし、そうで僕らなんかもこうドラムとベースですから、はい、ちょっとね演奏したりしながらとか、そういうのもいいですよね、そうそう、ゲストの人だから、僕たちでいないのはギターですか、ギターとか鍵盤とかね、そういう人たちをコード楽器の人がいらっしゃれば、ね、来てもらったりして、はい、ちょっとこうその方のゆかりの曲をやるとか、うん、まあ、なんかやりたかった曲やるとか、うん、あの時もね、最初に撮った動画でも最初ボーカルでしたとか言ってたから、ああそうですね、昔、はい、もうほんと最初にやったのはもう歌です ねほぼそうそうそう、うん、だからまあ、個人的な考えとしてはこう演奏しながらも、歌えないといけないんじゃないかなって思っていて ねその歌物というのを、うん、インストはいいんですよ、インストはもう難しいことを、うん、やればいいんですけど楽器で歌ってますね、そう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 、うん、歌物をやる以上一応こうね歌えますよっていう中でフレーズを作るとか、
ね、うん、パターンを考えるとか、ああ、そうですね、そういう方がいいのかなと自分の中では思っているので、うん、思います思います、もちろんね、だからそういう歌いながらやる、うん、僕たちがね歌うんで、うん、ギターの人を参加してもらってやるとかね、そういうのもちょっとやって、ああ面白いかもしれないですね。みたいんで、まあ、お友達をね増やしながらというか、はい、まあね、なんとなく対バンしてきた方に、どうしましょうね、ギャラまでは出せないんで、ちょっとこうなんか元気の出る飲み物を何本か出すんでちょっと来てくださいよと。でそうですね、一緒にできたらいいなと思いますね。そう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 、ね、なんかそういうのでやってみて、たりすると、はい、僕たちも楽しみながらできるかもしれない、うん、でもそれが、はい、あのそれこそ飲みながらやるんで、あの本当は飲みながらやると私も演奏できないんですけれどもそこはそれこそあの酒は飲んでも飲まれるな、で演奏できるのかどうか、うん、まあまあここのここだからやるみたいな感じでね普段はやりませんよ、普段はやりませんからね、そういうことはね、だからこの場だからこそ普段はやんないのか果たして、普段はやらない、普段はちゃんと、ちゃんとあのエンターテインメントしますからこういう場ではね、あのそういう風にしてちょっとこう楽しくって言ったら普段が楽しくないわけじゃないんですけれども、あのそういうこともねやっていくっていうところで、あの違う側面を見せたりね、でさっき言ってたけど、その自分たちのこれがイベントがねできるようになったら面白いですから、いや本当ですよ、面白いです、今まで出ていただいた人たち集めてみたいな、ね、飲んでも飲まれるなスペシャルそん時はじゃあ飲みます、そん時は飲みながら、そう飲みながらやるかもしれないですけど、どんどんあのただ後までいけるのかな、そう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 、もう要はなんかリーダーライブみたいなことができるってことですよね、要は僕らリズム隊がずっと一緒で、はいはい、歌の人ギターの人鍵盤の人っていうのが入れ替わってやっていくみたいな、そうそうそう、でもそれ30分ぐらいしかできないと思う1時間はできない、持たない、そう30分やっても飲もう、30分やって、あの打ち上げっていう早いな、分かんないけど打ち上げ投げみたいな、そうそう打ち上げ投げみたいな、いや、まあ、そういうのができる、ね、世の中になれば、そうだね、全然全然、ね、可能だとは思うんですけど、それを目指してっていう感じですよね、そうですね、はい、まあ、今ちょっとこういう状況なんですけど、ね、まあ、いずれはやっていきたいなと、そうそうそう、だまあだから最初は多分ゲストの人も呼べないんで、ちょっと考えたのは、はいはい、まあ、あの自分たちの曲を、はいはい、まあ、ほら解説するみたいなのをちょっと、あ、セルフでやろうかなと思ってますけどね、あ、どまあ、そのそれも前の時言ったかもしれないけど、うん、やっぱこう自分のバンドみたいのをね、うん、コピーしてますとか、畑中さんコピーしました、うん、したいですとか、そういうのが出るって一つの、あ、でも嬉しいですよね、夢なんですよね、うん、ドリームなんですよね、うん、なかなかやっぱそういう風に人が出てきてくれると、あ、自分たちがやってきたことっていうのはこう間違いじゃないのかなっていうね、うん、その次に伝えるじゃないですけど、まあ、音楽いい意味でその残っていくんでね、はい、だそういうのがね、高校生とか、まあ、中学生バンド始めました、うん、畑中コピーしましたなんて、そういうのが聞こえたらこう泣いちゃうんじゃないですかねまあまあありがたいよね、いや本当泣くかもしれないですね、もうそれすごいっすよ、そう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 、うん、でもなんか目標としてはやっぱあるあるっすよね、そういうところあるあるある、全然それは、うん、まあ続けてきてね、やっぱりそういう、ね、うん、なかなかないじゃないですか、確かに、ね、俺でも見たのはあの友人のバンドでほら虎の子ラミーっていうのなんですけど、虎の子ラミーのなんかツイッター見てたら、そのコピーしましたとかっていう人がいたよとか書いてあって、なあれってやっぱ すごいよね、すごいです ね, ね, ね、畑中コピーしましたとかいうのが回ってくるというかさ、そうなったら、あ、まあやってきた甲斐がちょっとあったのかなみたいなね、思うよね、そういうのはね、だからそういうのをちょっと目指してというか、うん、まあ、そういう人が出てくるまでやりたいけど、どうでしょうね、どうですかね、なんか難しすぎるとみんなハードル高くてやんないけど、あの時って最初なんだっけ、何コピーしたの、あの時って何すか、いや、自分がやり始めた頃ぐらいですか、ベースベースでもいいし、歌はあれだよね、
でもベースもルナシー弾いてました。あ、でもルナシーでも簡単な曲だでしょ最初。難しくはなかったですね。どれどれ。当時はトゥルーブルーとかですね。ロージアとか。トゥルーブルーはもっと前だったっけ。あれメジャーデビュー曲です。はいはいはい、はい、結構古いですね。はいはいはい、そうだよね。シンプルで弾きやすいですけどね、はいはいはい、あの頃は。そうだよね。うん、だからそういうので、まあ、簡単だからやってみようみたいなのもあったりするしね。もちろんすごい大好きな曲だからやるっていうのもあるんだけど、まあそういったところにね、うん、僕たちの曲がねなったらいいし、あれなんだっけ、あれもコピー版大会やってたよな。あ、どっかのライブハウスのイベントとかですか。ダメだ、酒は飲んでも飲まれるな。そう、あのバンド、あのバンドはあのバンド、あのバンド、ライブハウスとかでも結構やってるけど、この前ほら新宿最後に見に行ったのは新宿ブレイズに見に行ったじゃないですか。ブレイズナノ、ああそうそうそう、ナノライブ、ナノライブもそのあの時 MC でしたし、コピー版大会っていうか私たちを、あ、ナノライブのコピー版大会とか、そういうイベントをやるよとかってあの時やってたじゃん。だからそういうのをあったでしょ、うん、だそういうのもまでねできると、やっぱりほらそれはナノライブさんをやっぱほらやりたいっていう人がいるわけじゃん。そうですよね。それはね、憧れだとかいい曲だとかっていうのがあるんで、うん、まあそういうのまでね持っていけたらいいですし、まあだからそういうののためにそういう人がね、うん、どういうふうにやってんのかなっていう、まあバンドの4人の中では映像ではねなかなか分かんないけど、じゃあ2人でやった時に、そう、あ、こんなことやってんですねとか、まあ当時のというか曲をアレンジしてるときにこういうオファーがあってこういう風にしたよとかちょっとぐらいね話せたらまあいいかなという、いいですね、確かに思ってるんで、うん、ちょっと解説して、そうそうそう、まあ分割して感じですよね、分かりやすくみたいな、そう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 、だからそういうのがまあちょっとやることによって、まあ、記録を残すというかね、今の本当にそういう動画であったりなんかね、うん、まあ、記録を残していくっていうのがすごい多いんで、はい、まあね、それを見てもらえる時っていうのはあるので、まあ、そんなんをまずはしていきつつ、最終的にはね、じゃあゲストを呼ぶとか、うん、じゃあゲストと一緒になんかするのとか、やるとかいいですよね、まあ、やってもいいでしょうし、うん、まあ、本当に僕たちがね、じゃあ歌うやりたかったコピーだカバーだじゃないけどなんかしてもいい、だいいと思うんで、うん、まあ月確かに1ぐらいでね出しましょうっていう話をしているので、まあそれ盛り上がっちゃったらすごいいっぱいあげるかもしれないけど、うん、まあ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 基本月1で、ね、そっちにあんまりかかりすぎてもあれなところはありますけどいいよいいよ、まあでもなんかハマっちゃう可能性はありますよね、こういうのって、はい、こだわり出しちゃうとちょっと、まあまあそういう場合もあるってことで、そういう場合もあるっていうことで、基本的にはまあ月1ぐらいに出していければな、はい、そうですねって感じですね。わかりました。うん、じゃあ今日決まったのは、ユニット名が、じゃあお願いします。あ、言ってください、言ってもらおう、ユニット名お願いします。あ、イベント名ですか。あ、イベント名じゃユニット名です。ユニット名お願いします。イベントはまだわかんないでしょ、だって。あ、まだユニット名です。じゃあユニット名、はい、ユニット名、イベント名になる可能性もありますけど、嘘やん、ユニット名が、はい、13.5 です。お、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、そして、この番組じゃないけどタイトルは、はい、お願いします。酒は飲んでも飲まれるな。いいか、これでいいですか。これやった方がいいですか。はい、いや、どっちも、まあちょっとやりたくなっちゃった。さっきさりげなくやってたんですけど、そうそう、だんだん飲まれてきました。あ、はい、まあですよね、だんだん飲まれてきてますけれども、うん、一応じゃあそういうので、2人でやりつつ、まあ、はい、ゲストの人をね呼べたりしたらいいですけど、はい、まだ最初は本当に曲解説だね、あの、まあ、ベイ君が入ってきてくれてからの曲をちょっとやりますか。曲からいきますかね。そうでしょうね。やりますか、うん、それをちょっと語ってもらいつつ、はい、ちょっと演奏しながらやろうと思いますんで、はい、2人で弾いた感じとか見たら面白いんじゃないですか。でも本当なんか逆に他を抜いたやつってあんまり聞かせたことないと思うんで、まあ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 、そうですよね。だからそれが
まあ、マニアックにはなると思うんですけどね。マニアックですね。だからそこが、まあ、どういう風になるかだけど、うん、まあ全然ねそういうのも今あると思うんで、はい、それをちょっとやっていきたいなと思いますんで、はい、ぜひぜひ、ちょっと来月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、低音多めです。じゃあ多めです。じゃあ今月は、はい、こんな感じで酒は飲んでも飲まれるのさよなら。お疲れ様でした。さよなら